アーキオプタリクス、ドンノウザ着物。子祖鳥×着物×パリの街並み。出会わない者同士を組み合わせることができます。人間の想像力は無限大です。 そこに切なさを感じない努力を行えば始祖鳥はパリの町並みの入った着物も着ることができます秋を背負って帰るとしよう日本の秋にはたくさんの魅力が詰まっています青いカエルを金閣寺の下の池に見立てています五重の塔紅葉 泳いでいでる鯉日本の秋を背負って帰るとしましょう石の花毎日を確かに命を持ち歩んできたそれは大事な日もあれば看板な日もありますししかし その日々は常に美しいものへの探求に向かっています。そのたどり着いた花は、何の足しにもならない石の花かもしれません。2017年度、年賀状、鳥年。明けまして、おめでとうございます。13羽の鳥たちが隠れています。 探してみてくださいね。チャイルド・サンタクロース。メリークリスマス。子供は大人にたくさんのプレゼントを送ってくれます。そういった意味で、子供はサンタクロースなのかもしれませんね。かつお節。村松勝之です。 実家での呼ばれ方がカツオでしたそれだけで描いたイラストですドドラゴンフライドラゴゴンンフイ海外でトンボが不吉の象徴らしくその不気味さから通じるドラゴンが名前につけられたそうです僕はマシンのような精巧なフォルムが大好きです トンボが集まってドラゴンに形成している作品です。鬼は内、福は外。日本には2月の節分にいろいろな文化があります。豆巻き、ヒイラギイワシ、恵方巻き。冬と春を分けるということで、 雪と桜の着物を着せています。自分に厳しく、他人には優しくありたい。そういう思いを込めて、今回のタイトルをつけました。リンゴゴリラ、ラッパ。しりとりで何回も行った流れ。 いつかゴリラを描きたかったので、いいきっかけになりました。ネタに困った時は、このシリーズ、復活させます。次は、<noise>